指揮官様と二人っきりで浜辺でデート。<laughs> こうして歩いているだけでも永遠に。うん。大砲はこの程度では満足できません。これは指揮官様も同じ。でしょ白浜を歩むのは大砲と指揮官様二人。 指揮官様が大砲のそばにいてくださること幸せすぎてたまりませんわ指揮官様も同じですよねこのシャツですか実は指揮官様のご寝室からこっそりい,いえ大砲は何も言って と一緒に、に横なって海の音を聞きたい、ですかは、はい指揮官様がそう望まれるのなら、大宝はいつまでもおそばにいますわ。このまま指揮官様と孤島にでも流されてしまえばいいのに。いいえ、指揮官様にとっては、ここが居場所ですもの。 逮捕だって、それぐらいわかっていますわ。風邪をひかないように気をつけてって <laughs> 指揮官様ー来て指揮官様 新しい任務、一緒に行きましょう。任務完了ご褒美、もらいに行ってみます新しいメールですわー <laughs> 大砲の味、しちゃいますか <laughs> また大砲と二人っきりに。これはもう大砲のすべてが指揮官様の手の中にあるものぜ。<laughs> 指揮官様、大砲になーんでも包み隠さずにおっしゃってくださいませ。ようやく 名前が書いていなければとっくに処分しましたのふふふふんなぜ知ってるかって大砲、指揮官様のことはぜんぶっていますこれからも指揮官様のことぜんぶしてあげますよ委託完了ですわ 指揮官様は何もしなくていいから大砲に任せてください